どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、松葉貴弘選手が1軍に合流した、この話をねしていこうと思います。いや嬉しいね、松葉選手がね1軍合流ね。松葉選手はね、下半身の怪我をしていたんですよね。それが治ってついに1軍に合流してくれましたね。はあ嬉しい。まあ松葉選手はね、中継ぎ抑えじゃなくて先発で登板するのはまあほぼもう確定だと思いますね。はい、今ねドラゴンズはね、大野雄大選手が左肘の手術をしてね、先発の枠がね1個ね余っているんですね。で最近だったら、まあその余った枠になんとか鈴木博選手が投げていたんですよね。でもねやっぱり私は鈴木博選手はね、中継ぎで使いたいと思っています。でそこで松葉貴弘選手が一軍に合流して、さらに中日ドラゴンズの先発陣の層が厚くなりましたね。これで中日ドラゴンズの先発ローテーションは、小笠原選手、柳選手、涌井選手、高橋宏斗選手、福谷選手、松葉選手、これになりますね。全然戦えるね。他の球団の先発陣と比べても層はやっぱりドラゴンズ厚いですね。でまあ、松葉選手はね、まあ、左投げで、まあ先発完投型ってタイプではないんですよね。まあ大体ね5回2失点もしくは6回3失点っていうピッチャーなんですよね。まあ7回まで投げることっていうのは私はねあまり記憶がありません。でもねちゃんとゲームを作ってくれるんですよ。で毎年ね、まあ、10勝はしないんですけども、5勝から8勝を計算できるピッチャーですね。まあだからね、4番手、5番手、6番手あたりでね、先発として松葉選手はね、投げてほしいですね。そして松葉選手といえばバンテリンドームに強いんですよね。あまりね、ビジターで投げるっていうイメージがこれないんですよね。でもね、松葉選手はバンテリンドームで相性がいいからね、まあバンテリンドームでたくさん先発をさせれば、まあ5勝、6勝、7勝、8勝ぐらいはしてくれると思いますね。で私の予想なんですけども、多分ね今週中には一軍登録されると思いますね。まだ合流をしただけで一軍登録はしていません。でもね近いうち必ず一軍に登録はあると思いますね。それであと怪我人って言ったら、ルーキーのドラフト2位の明治大学出身の村松海斗選手が膝の怪我が治ってね、今2軍の試合に出ています。これもね嬉しい情報ですよね。まあ、何が嬉しいかっていうとね、ドラゴンズね今ねショートの選手がねちょっと打たないですよね。まあ守備の方は悪くはないんですよ。で主にショートを守ってる選手はリューク選手でしょ、カリステ選手、溝脇隼人選手、まあこの3人がねショートを守ったりしてるんですけどね、ちょっとやっぱね3人ともね打率がねちょっとねあまり高くないんですよね。リューク選手とカリステ選手にかけては打率はね1割台ですかね。まあ確かにショートって守備めっちゃ大事だって、一番ボールが飛んでくるポジションですからね。でもねやっぱね打率がね、まあレギュラーとして出るんだったら2割5分以下だとね、レギュラーとしてやっぱね使いづらいですよね監督は。だからここでねセカンドとショートを守れる村松海斗選手がね2軍の試合に出場しているっていうのはね、これとても大きな朗報だと思いますね。で村松選手は確か明治大学の時はね主にセカンドをずっと守っていたんですよね。でもね村松選手はショートも一応守れるんですよね。だからまあショートの練習をある程度2軍で積んで1軍に上がった時はセカンドではなくてね、ショートとして村松海斗選手はね試合に出ると思いますね。まあセカンドはね今福永選手がずっと座っていますからね、セカンドでね出ることはないと思いますね多分。いやでもね立浪監督だったらもしかしたらセカンド村松海斗選手、ショートに福永選手っていうのもね
これ1回2回ねやってくるかもしれないなって今思っちゃいましたね。はい、理由としては確か福永選手がねオープン戦でショートもね守ったことがあるんですよね。だから今ね福永選手の方がまあ同じルーキーですけども福永選手の方がまだ実績があるからね思い切ってセカンドからショートに回してまあ試合に何試合か出るのかなとも思っていますけどもね。でもね私は思います、今シーズン福永選手は1年間ねずっとセカンドで起用をしてほしいですね。まあ理由としてはね今あの福永選手はですねバッティングの調子がいいんですよね。それをやっぱりね壊したくないんですよ。今ね福永選手は6番セカンドとしてずっと試合に出ている。でここでもしもショートに回してバッティングの調子が崩れたらねやっぱ嫌じゃないですか皆さん。だから私はね福永選手はね1年間6番セカンドとして試合に出場して年末には新人王を獲得してほしいと思っているんですよね。こうやってねドラゴンズ怪我人がねどんどん戻ってきたらドラゴンズの戦力がアップして今シーズン A クラスに入る可能性がどんどん高くなってきて嬉しいですよね。